なんと、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 チャンネル登録者数が1億人を突破いたしました。ね、もう逆に拍手しませんか。1億回も拍手できないでしょ。さすがに。1億回拍手するとね、やっぱすごいなんか衝撃が、衝撃波がドーンってなって、そのね、僕のここに住んでるところがね、なくなっちゃうので、できません。できませんので、やりません。はい。ということでね、チャンネル登録者。まあね、なんつんだ。なんつ、なんつんだじゃなくて、職人突破。あずます。あずま、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 あずます。あずます、あずま、あずます。あずます、あずます。てかね。まあ、チャンネル登録者数が1億人突破した、1億人突破した、もうめんどくさくなってきたな、とんの。でもそのめんどくささを超えた先に何もない、何もあるわけがない。でチャンネル登録者数、チャンネル登録者数、行きました行きました。別にね、まあ、ここまで来てもねやることないので、ここら辺で終わろうかな。うん、別に1億人っていうのはいい数字だとは思うけど、あの7000万人ほどその黄金の響きではないので、あのここら辺で終わります。まあね、手短い方がいいでしょ。まあみんな知ってるしね、周知の事実っていうか、そのチャンネル登録者数見るよね。あ、こいつ1億人だなって。いや、感じます。すごい失礼じゃない。すごい失礼じゃない。日本の YouTuber とか1億人とか言ったらさ、なんか、それやらないの、それやらない、俺かっこいいみたいな感じじゃなくてさ、普通はここまで来てどうのこうのとか言わなきゃいけないけどさ。まあ、俺は本当に言ったらそういうことを言うかもしれないけど、まあ本当に言ってるんだけどね。本当の本当。に言ったら、俺はそういうことを言うかもしれない。うん。マジで1時間くらい喋っちゃうかもしれない。気持ち悪い。手短に済ませ。うん。済ませろ。済ませって合ってるかな、日本語として。日本語に聞いてまいりたいと思います。ってね。噛んだっていうか、ごにょったね。うん。ごにょっちゃった。噛むって、どこ噛めばいいの？空気を。あ、空気を噛んでんのか。だから噛むなんだ。俺舌を噛むかと思った。うん、あ、噛んじゃったって。あ、噛んじゃったんだ。でも、噛んだっていう言葉が俺嫌いで、まあ、滑舌の良さとか俺よく噛むんですよ。で、もし噛んだら、あ、噛んだってね、そのね、あ、今からうまいこと言おうして、言おうとしてるわけじゃないですけどね、うの言ってないみたいな。そんなうまくなかった。まあ、ダウトみたいなもんですね。ダウト、なんかダウトっていうやつあるだろう。なあ、会ってくれ、俺のために。今この瞬間の下りのために会ってくれ。まああると思いますが、まあね、うの言ってないみたいな感じでね、噛んだみたいに言われるの嫌なんです。で、噛んだってなんだよって。そのツイッターで流行ってるそのあのジョジョのね、日本語が歯掘りって歯掘れないだろうみたいなことをよく怒ってる人みたいな感じになるけど、でもやっぱりさ、噛んだって何ってなりません？まあ、納得する答えはどこかにあるんだろうけど、でも俺は納得する答えがあっても、今までね、俺が自分が噛んだ回数とか噛んだって言われた回数を加味した意見としては、納得しないで終わりますが、噛んだってなんだよって。別に噛んでないんですよ。ごにょったんですよ。ごにょった。流行語大賞？うん。流行、もう俺チャンネル登録者1億人だから、もう流行語大賞になったとしても、なんか流行語大賞くらいにしてほしいわ。なんかとにかくすごい、うわーって。ね、流行語大賞になったので、チャンネル登録者1億人の橋本京次郎さんがなったので、1億センチメーター。ってことは100メーターか。1億。1000万、100万、100万、100万 ?100 万メーター
え、違う、10万か。あれ、まあ、100万か。どうしよう。100万メーター。まあ、10万メーターのね、電波塔と作ってほしいです。俺が流行語大賞行った暁にね。1億ミリメーターのなんか、電波塔を作ってください。それでなんか、重すぎてなんか、ゴシャーンって。ひど。もしかして俺、こんなこと言っちゃってるってこと、人間嫌い？人間嫌いかな？まあ、人民が嫌い？俺もしかして。やばいな。俺人間が嫌いだったのかな。で、その、破壊とか壊れてるのが面白いと思ってんだよな。それは面白くないぞ。だって被害が出ちゃうんだもん。うるさ！妄想の世界くらい好きにさせてくれ！だったらね、発言しないようにしましょう。ね。言わないのが品性とか言いますよね、みたいなこと言ってる。うるさいね、そんなこと言ってる人がね。ね。なんか最近の尾崎名言みたいな。スピゴン尾崎みたいなさ、の名言みたいな感じで言ってくる人がいたらもう、ダメです。ダメになっちゃいます、あなたは。ダメそのものになっておしまいです。はい。ダメっていう概念に取り込まれてね、概念になってください。ダメの概念の一部になってね、その人間をやめてください。ということで、まあ、チャンネル登録者1億人行ってソワソワしてます。これからもずっとソワソワするんだろうな。ああ、1億人いたらアンチって何人くらいいんだろうね。10万人くらいいるかもしれない。10万人もアンチいないでよ。もしいたとしても、いたとしてもないことにしよう。アンチは自粛しようよ。もしアンチが10万人とかそれ以上いたとしたらさ、自粛しよう。そんな多いのやばすぎるじゃん。活動停止です、アンチの皆さん。はい。別にあなたたち活動停止させるようなことはできませんが、俺が先に言っておきます。活動停止。あなた方のね、私に対するアンチ活動停止。あ、まあ、その人数が少なければいいです。少人数でその日替わりみたいなね。この時間、12時から1時の間はこのグループが、みたいな。ね、10分刻みでやるのは OK。少人数がね、うん、10人くらい、10人もちょっと多いけど、まあ、5人くらいがね、やってください。3人くらいかな、2人かな、1人かな、1人だ、1人、1人。で、1分に1人まで、アンチ活動は。ダメですよ、皆さん。やっぱそんな100万人ものアンチが来たらさ、やっぱアンチって、基本的にさ、ダメな方に熱狂的だからさ、ああ、もう、やばいじゃん、100万人パワーがあったら。やばいということで、100万人もしたらね、10万人いったか。でも10万人もいてもやばいだろ。あ、だって常にその10万人、アンチって基本的に俺の行動に全部ね、あの、一挙手一投足を見てるってね、一挙手一投足使ってみたかったから使っちゃいました。合ってるかどうかわからないけど。いや、日本語いっぱい使いたい外国人。いや、それは差別だよ。それは差別です。うるさい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 よ、お前ら。うるさすぎるよ。変な声出ましたね。面白いと思ってるんでしょうか、それは。これは僕の心の中の鬼がね、面白鬼がね、おもろ鬼が怒ってます。おもろ鬼に怒られてしまいました。やっぱおもろ鬼を笑わせるのはやっぱ大変ですね。うん、いつも怒ってばっかりです、おもろ鬼は。やっぱ僕のまだまだ実力不足ってことですね。当然だよ、当然にお前は実力不足だ。いや、やめろ、俺の自己肯定感がなくなる、やめてくれって。このくだりもつまんないな。つまんないスパイラルに入ってきた。俺が面白いどうのこうのって喋っちゃったら、みんなさ、俺の行動全部がこいつはこれを面白いと思ってやってるのかっていう、そういう疑問の眼差しを向けられるわけじゃん。やめてくれ。そんな息苦しい活動できない。TT 丸ね、あごにょったって。俺が作った言葉だからって言ってるわけないからな、別に。な、俺がごにょったって俺のための言葉だから、お前ら何も言っちゃいけないんだよ。俺がね、俗に言う噛んだ。まあ、ごにょった。ごにょった時にあなたたちごにょったって使っちゃいけないんですよ。ね。ダメですよ。噛んだもダメです。それ以外の言い方もダメ。指摘がダメ。俺が噛んだ時。それはちょっとね。それが、このチャンネルの鉄のルールです。はい。鉄のルール言ってみたかった。
今立ちっぱなしで膝が痛え。バカ痛えよ膝。あ、膝痛。これちょっと痛くないから。膝にね、ちょっとね、足伸ばしてるから膝痛くなんだよ。ちょっと膝曲げれば痛くないはず。まっすぐになるから痛いんじゃないか。お、これあんま痛くないな。背筋、胸張って膝曲げる。痛え、膝痛。え、これもつまんないと思って、まあまあいいや、つまんないとか面白いとか置いときませんけどね、別に。まあ、ということで、1億人行きました。何万人って。1億万円とかさ。何なのあれ。あの風潮。1億万ってものはないでしょ、多分。1億人、チャンネル登録者、1億人。行きました。行ったので、行きました。ということで、次回の動画で会いましょう。またね。しょんべん行ってきまーす。って言ったらやめられないじゃん。またねー。